ストックホルム宮殿地図ストックホルム宮殿は、スウェーデンの君主の皇帝であり、主要な王宮の一つである。ストックホルム宮殿は、首都ストックホルムのガムラスタンの中のスターズホルメンに、所在する。議会のリクスダックに隣接している。君主と他の国王一家の個人事務所も、スウェーデン王室の執務事務所と共に、ここにある。宮殿は、国家元首としての職務を行う場合に国王が、 国家を代表する行事にも使用される。南ファサードは荘厳な造りの坂道のスロッツバッケンに面し、東ファサードはガムラスタンの東岸に面した豪華な不当のシェップスブロンと隣接している。南面は石造りの手すりの上のライオンの彫刻から命名された坂道のレヨンバッケンで、西ウィングはオープンスペースのホグバクトストラ線に接している。この地の最初の建物は、 13世紀に、メイラ連コを防衛するためにビルイエル・ヤールによって建設された塔を中心に備えた要塞であった。要塞は宮殿に発展し、中心の塔の先頭にちなんで、トレイクローノル城と命名された。16世紀遅くに、ヨハン三世の下で、古い要塞からルネサンス建築様式の宮殿への大改装が行われ、1690年には、 小ニコデムステシンの設計でバロック様式の宮殿に作り直されることが決まった。1692年に北東の作業が始まり1697年に完成したが1697年5月7日の火災で宮殿の大部分が崩壊した。宮殿は小ニコデムステシンにより再建され、西側の中庭外周の半月型ウィングは1734年に 宮殿内の教会は1740年代に、外装は1754年に完成した。国王一家は完成した、南西、南東、北東ウイングに転居してきた。北西ウイングは1760年に完成した。北のレヨンバッケンは1824年から1830年にかけて建設された。この名称はそこに鎮座するライオンの彫刻に由来している。 宮殿はスウェーデン軍のこの絵兵により警護されている。この衛兵は16世紀初めからの歴史を持つ。宮殿はレンガ造りで西、南、東のファザードの中間部の外装表面は砂岩で覆われている。屋根はいくらか内部に傾斜している。屋根は銅で覆われ、宮殿の屋根の全外周は積製の欄干で囲まれている。宮殿には6 0 0球室あり。 今なお元来の用途に使用されている宮殿としては、世界最大のものの一つである。宮殿は西、南、東、北の4棟から構成されている。南ファサードは国家を、西ファサードは国王を、東ファサードは女王を、北ファサードはその他の王室の人々を表彰している。宮殿の西ファサードから、東ファサードまでは115メートル、北ファサードから、 南ファサードまでは120メートルある。これら4棟で中庭を取り囲んでいる。宮殿の4、隅からは西側と東側へウィングが張り出している。幅11メートルの南西ウィングを除き、すべてのウィングは長さ48メートル、幅16メートルである。例外の南西ウィングは外庭を取り囲む無料で入ることのできる2つの半月型ウィングがあるためである。 南東ウィングと北東ウィングの間には大仙猫の庭と呼ばれる小さな外庭がある。南西ウィングにある半月型ウィング西階段を登ると入場者には2階の左側にベルなどってアパートメントの入り口、右側には騎士の間が見える。3階には来客用アパートメントと議店用広間の入り口がある。1階下ると古い兵器、軍服や。 王室の宝石も収蔵されている、スウェーデン最古の博物館の王室武器庫がある。宮殿前のこの衛兵北棟には、国王と王妃のスイートがある。北棟には、ボールルーム白い海を含む、儀天用広間もある。同じ胸の中には、カール11世ギャラリーがあり、現在は、約200名の来客を収容できる種、バンケットルームとして使用されている。 毎年5回から10回の晩餐会がギャラリーで行われている。また宮殿北棟には国王がと面会するための会議室がある。1階には特別な催し物や公開講義に使用される展示用アパートメントがある。このアパートメントは国王グスタフ6世、アドルフの個人アパートメントとして使用されていた。地階にはトレークルを乗る博物館がある。この博物館は トレイクローノル城の台所として使用されていた部屋にあり、これは宮殿の中でも最も古い部屋である。一に登ると、リクスサーレンが西に、宮殿内教会が東にある。一階下ると、スウェーデン王室の宝石が収蔵されている宝物庫がある。北東ウィングには、グスタフ三世のアンティーク博物館がある。これにはイタリアで発見された古い彫刻も含まれている。 ありがとうございます。